そうで自分のあの曲歌い出して、でそのマニマの、健太さんがこう俺にハモってくれる、あそこの瞬間とかもすごい嬉しかったし、でそっからまたね、阿部真央ちゃんがこう来て、でまたそこに俺戻ってきて、あの流れとか構成とかも、そう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 、本当に高くんがすごい熟考してちゃんといろいろ考えて、そう、なんか本当に音楽愛の詰まった一曲だと思いますね。それに参加させてもらえて本当に良かったです、うん、すっごい嬉しかった。なんか俺も一回その、タカ君のインスタライブに参加させてもらった時に、他の人のやつも全部見てたんですけど、みんなその、LINE のねグループ LINE がすごい硬いみたいな話だから、みんな同じことを、感じてたっていう。で俺も結構ね、なんかそのそうそうそう、お会いしたことない人もいたから、そうだからなんかどのテンションで言っていいのかすごい探ってた、だけど、インスタライブが終わってからのねグループ LINE はね、とてもいい、なんかこう、それを経た感じがあっていいですよ、とても同世代感が出てきてる、ね、でも本当に嬉しいです。本当に素晴らしいシンガーの方たちと一緒にできて最高でした。改めて高くん本当にありがとうございました。翔太くんも最高の曲ありがとうございました。他のアーティストも皆さんも本当にありがとうございました。ぜひ皆さん聞いてください。ぜひぜひ。そうそうそう、そんなことがあったりとかかな。もう本当にいろんな、もう本当にいろんな、本当にいろんなことがねあったので、そうなんですよ。だからぜひちょっとそのいろんなものを、インスタグラムにもたくさん載ってますし、載ってるし、あと YouTube とかに上がってるものもたくさんあるから、そうそうそう、なのでぜひぜひチェックしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。ユアーズの話も後でしましょう。ユアーズの話はもうちょい後でしましょう、じゃ先にね、次いっぱいあるんですよ今日まだありますよ。でもパパ行かないとね、カラーレスツアーの、DVD がダウンロード販売、本日からスタートしました。皆さん見て、早速見ていただいている方もいらっしゃると思います。カラーレスツアーね、ホールツアーは本当数公演、5公演かな、そうぐらいしかできなかったんですけど、このアリーナ公演が、昨年末、ありまして、でそのアリーナ公演はバッチリ収録してたので、その、アリーナ公演の映像を、Amazon プライムビデオにて、ダウンロード発売、ダウンロード販売。だからいつもだったらライブ DVD ってこうパッケージで作るんですけど、今回はちょっとどういう、ちょっと状況も状況だし、もちろんいつかね、本当にそれはもういつになるかわからないです。わからないですけど、その版ももちろん作れたら、いつか作れたらいいなとは思いますけど、でもそれよりもまず今このタイミングですぐ皆さんにこうお届けできる、一番早くお届けできる方法で、なおかつ誰がこうどこにいてもネット環境があったり、その繋がっていれば見れるっていうなんか手法をなんかこう探れないかなっていうので、こうスタッフさんと話してる中で、Amazon プライムビデオさんとのところでダウンロード販売できるということになったので、それだったらそこから見てもらえれば、誰でも買ってもらえれば、誰でもそこでいろんな、携帯だったりとか
テレビとかでね見れる人とかももちろんいると思いますし、それぞれの環境でどこにでもその映像にアクセスできるっていうのがいいなと思って、今回はそういう形を撮らせてもらいました。もちろんフィジカルもまあいつか作れたらとは思ってますけど。で、そう、なんかちょこちょこ話聞いてたら、こう Amazon プライム会員じゃないから、ちょっと今回はちょっと買えなさそうですみたいな方もいらっしゃるという話を聞いたんですけど、Amazon プライム会員じゃなくても買えますので、もし見たいという方はぜひチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。Amazon の無料のアカウントを持ってれば大丈夫なので、ブラウザーサファリとか、なんかブラウザーでの Amazon ページ行って、で無料のアカウント、作ってる人はもうそれでログインしてもらって、そこで探してですね購入してもらえれば、Amazon プライムビデオのアプリを、ダウンロードして、でそこにその無料アカウントの情報っていうか、そうアプリをダウンロードして、そこに無料アカウントを登録すれば、その Amazon プライム会員とかってことじゃなくて、無料でそのアプリ自体はアプリもその Amazon アカウントもゲットできるので、その DVD 自体の料金だけ、そうなので、もしよければぜひチェックして見てもらえたら嬉しいなというふうに思います。とてもいい映像になってると思います。細かくいろいろチェックしながらチームで作りましたので、会場のね熱気が伝わる感じになってるんじゃないかなとね。本当、でも本当にコメントもたくさんの方、見ましたっていう方たくさんいらっしゃって嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ正座してみました。いやもう足崩してみてください。そうぜひぜひ、そうですよ、いつでもどこでも熱いフロアの真ん中に飛び込めるということで、あ、そうか、プレステにつないでテレビの大画面とかもいけるんですね。いいですね。ぜひぜひ。もう足崩してもうグデーっとなった状態でぜひ見てください。だから普通のライブだったらね、そんな状態で見れないですから、グデーっとなりながらぜひチェックしてもらえたらと思います。そうなので、まだそれが今日ね、リリースになりましたので、ぜひ皆さん、チェックしてもらえたら嬉しいなと思います。でそれに伴ってですよ、ツアーグッズが追加になりまして、それの話をしよう。もうチェックしている人もいると思いますけど、今本来だったらホールツアーがあった、5公演はできましたけど、残り31公演かはコロナウイルスの影響でちょっとできなかったっていうのがあったんで、そのためにこう作ったグッズを、皆さんと共有しながら、なんていうかな、皆さんにこう買っていただいて、でそのゲットしていただいて、で一緒にそのライブで盛り上がったりとかっていうことがちょっと叶わなかったので、通販でネットで買えるようにしようということで、今通販で買えるようになってるんですけど、でこんだけ、これ分かるかな、これ、そう、こんだけあるんですよ、そういっぱいね。でね、これ一応と思ってこう持ってきてもらったんですよ、いっぱい。マネージャーさんにですね、これパーカーね、パーカー、ちょっとこれからだと暑いか、もうだいぶ暑くなってきましたもんね、パーカーとか、あとバスタオルね、バスタオル的なものとか、
ちょっと いっぱい持ってきてもらいすぎて、ちょっと一回出そうか。これ、ちょっとわかるだろうね。こっちいっぱいありすぎて。なんかキーホルダーみたいな。マグカップ的な的なっていうかマグカップかね。とか、まあ、こういうのがいっぱいあるんですよ。バッグね、これ開けてみます。こういうバッグ、そうそう、これね。そう、でも今日そうなんですよ。でこれ俺が着てるやつ、これだからホール用でそう作ったやつなんですけど、さっき着る前にこの背中見てさ、これにも書いてあるけど、本来だったらこれ全部回ってたんだなと思ったら、これはもうぜひリベンジしたいと思いました。悔しいなと思ってね。これだから全部のこう会場が一応ね、ホール、そう書いてあるんですけど、なんかパンフレット的なこう写真、靴下このすごいいっぱいあるんです。これなんかもう袋に入ってますよ。缶バッジね、とかステッカーとか、そう、これもね、マグカップ、これもアリーナの時のやつかな。先のデザインがホールのやつ。そう、いろいろ、あとこれメモパッドね、これもすごいいいですよ。でもなんかそういうこういろいろ、そう、これね、メモパッド、そう、コンロとか、いろいろその作らせてもらって、でもなんかそれを皆さんにこうゲットしていただく機会っていうのがだからなかったので、そうそう、あ、ごめんなさい、いや雑、すいません、こういろいろバババッと紹介しちゃったからちょっと雑な感じに見えましたかね、すいません。ちゃんと大丈夫です。ここにバサバサっと、ちゃんとバサバサっと、はい、置いてあります。でもどれも大事ですよ、もちろん、どれも大事なんですよ。こういうのが良くない。ちゃんとこうこんな形でいろいろあるんですけど、そうでこんだけあるんで、そう、全部一個一個あれしてたらなんで、そう、いろいろこれ今日ちょっと一応ね用意してたんですけど、そうでちゃんと雑に、でですよ、で今日2つグッズが追加になりまして、そうで、まず1つがこちら、じゃん、トランポミニカです。トランポミニカね、これ映ってるのかな、これなんか画面が反射してるね。そう、これなんかいつもツアーの時にトランポって言って、その機材をこう入れる機材車みたいなのが、そうあるんですけど、それのデザイン、それに、まあ、デザインをしてくれてるんですよね。それのミニカ、これも何回目だろう、何回か出してます。はい、なんで これが今日一応追加になりました。このカラレスツアー DVD 発売に合わせてちょっとね、ライブグッズをちょっと追加、まあ、もともとね追加しようっていうのはあったんですけど、これ、はい、貯金箱とかにはならないです。これはもうね、ミニカ、ジャストミニカ。出してみましょうか。これね、出したのとか見れないのか。そうだよね。こういう感じになって、はい。こういう感じ。前はこれね。特に運転手さんがいるとかそういうのはないですね。
こっち、こっちはこんな感じ。一応こうちっちゃいけど、こう会場がバーッと書いてあります。で、後ろこれ。で、後ろはね、確か開きます。中身は何もございませんって、好きなものを入れてください。はい、こんな感じ。あ、持ってるけど出したことない。あ、でも確かに、だからその飾っとくっていう人もいるかもしれないね。そう、これがまず1個。これがまず1個。でですよ。そして、まあ今日はちょっとこれの話でしょう。じゃん。爪切りです。こちら。これがですね、なんとあの、貝印さんとのコラボということで、なんと公式コラボさせていただきました。爪切り、これだからインスタをずっとこう見てくれてた人は知ってると思うんですけど、俺がこれをアップしたんですよね。そうで、これがその自分のその実家から多分持ってきたやつ、もう昔からずっと使ってるやつ、そうなんですけど、でこれもう何の気なしにずっと使ってたんですよ。別に何も気にせずずっと。で、そしたらたまたまその使ってる時にしま、使う時かな、パッてこうよくよく見たら、そうよくよく見たらここにね、ひよこみたいなのがこう書いてあって、でここに文章が書いてあるんですけど、この文章がね、私は鳥です、名前はまだありません、よろしくねって書いてあって、あ、こんな可愛いこと書いてたんだと思って、めちゃくちゃ可愛いと思って、でこれをあげたんですよね、インスタ、インスタグラムに。そう、インスタに。そうで、そしたらですよ、それが貝印さんにも届きまして、でその中からいろいろお話しさせていただく中で、なんとこちら、今回このカラーレスツアーのこのグッズとしてですね、なんとコラボをさせていただいて、デザインをしていただきました。で、開けよう、開けていこう、開けていきましょう。これがですね、はい、こんな感じ。ただこれ、このね、デザインと合わせたデザインなってるんですけど、これ全く同じデザイナーさんがまだ、元気でやられてまして、普通に。そう。で、その同じデザイナーさんが書いてくださいました。そうなんですよ。これ、だから本物ですよ。そう。で、この鳥のね、横に、まあ、俺がいて、うち俺です。そう、書いてくれて。かわいく、すごいかわいく書いてくれて。で、ここに文章が書いてあるんですけど、でこの文章が、私は三浦大知です、歌って踊っています、よろしくねという、このね、私は鳥です、名前はまだありません、よろしくねと合わせた形で、そうなんですよ。そう、この俺の絵もそのデザイナーの方が書いてくれました。これいいでしょう。これね、だからもう家でも使ってます、もうすでに、ね、切れ味抜群。なんかね、いろいろなんか思ってたよりもいろんなニュースになってまして、びっくりしたんですけど、いろんな記事になってたっぽくて。三浦大知も認める切れ味みたいなの書いてあってすごい面白かったです。嬉しかったですね。そう、これでもね、そう、貝印さんがぜひということで言ってくださったんで、これ
嬉しかったです、はい、もしね、もしよければぜひスペシャルなコラボ商品ですね、チェックしてみてください、はい、といったところかな、うん、今日は一応だからそのグッズがね、まあ、追加になったよという話でございました。なのでまあライブ DVD もダウンロード発売しましたので、合わせてチェックしてみていただけたらなというふうに思っております。で、さあ、そしてあの話をしましょう。ヨアーズについての話をしましょう。先週、まあワンソングホームライブのスペシャル版としてヨアーズを、まあ投稿させていただきまして、本当にたくさんの方最高と楽しんでいただいたというもうコメントもたくさん見ました。本当にありがとうございました。どうでしたでしょうか、ヨアーズ。あれはまあどうでしたでしょうかと言いながらですよ、あれは良かったでしょうあれは良かったと思います。自分がとかそういうことではなくて、なんていうの、もうユータさんトラックも最高だし、もうその、全部良かったと思う、あれは。自分たちでもその作ってて来たっていう感じがありまして、でなんか今だからこそなんかそのできることないかなということで、あ、じゃあ逆にすぐ、もうすぐシェアするっていうのがいいんじゃないですかっていう、てかむしろそれいいですかっていうので、ゆうたさんももちろんっていう、もうぜひもう今すぐみんなに聞いてもらおうみたいな、聞いてもらいたいねっていう話になって、で映像もですね、そうここで撮ってそうここで撮ってですね、でその映像とともに、投稿させていただきました。そう、映像もね、初めてっていうか、初めてですね。だからこの、自粛期間中に、まあ、やっぱそのミュージックビデオとか今までも散々、たくさんこう作らせていただいて、で、まあ、その映像スタッフの方たちの仕事とかをこう横で見せていただきつつも、やっぱそのソフトのこととか全然分かってなかったので、まあ、全部こう、ね、感覚でここをもうちょっとこういう風にしたいとかっていうのをそのスタッフさんにやってもらうっていう、でもちろんこれからもそうだと思うし、力を貸していただくんですけど、そう貸していただくんですけど、ただまあこういう機会だからちょっと勉強してみようと、そしたらなんか今度これからその映像を作るときに、まあ、ちょっと変わるじゃないですか。自分がそのソフトのことを知ってたら、あれ使ってみるとかはどうですかとか、わかんないけど、なんかこう共通言語が増えていいなと思ったんで、そう映像ソフトもちょっとずつ勉強してるんですよ。すっごい難しいから、本当ちょっとずつなんですけど、いやそれでちょっとやってみようと思って、なんとなく自分の頭の中にこうイメージがあったので、で自分で撮影して、でパソコンに取り込んでこうカチャ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 編集してやりました。そう、実はこの机の後ろ面にそのライトを貼って、でそのライトがその音に反応してこうなんていうのかな、光を出してくれる。で映像で使ってたパターンだけじゃなくて、もっといろんなパターンがあるんですけど、もちろんなんていうのかな、緑だけにしたかったら緑だけにできるし、ブルーだけだったらブルーだけにもできるし、そう何にでもできるんですけど、でそれでそのイメージの色とかを選びつつ、で音を流したらそれに合わせてこう光の波がまあ、ガッてもうほんとビタッという感じほどまではいかないんですけど、そうこうちゃんと音が大きくなったらちょっとこう光の波が大きくなってみたいなことができるやつがあって、で実はそれを2年前ぐらいかな、ゆうたさんに誕生日プレゼントでもらってたんですよ、ライト。そうで普通にそのなんていうか使ったりとかはあったんですけど、あこれを使ってやったら面白いかもと思って、
で、しかもゆうたさんと一緒に作った楽曲だったんで、ここで使おうと。あ、そう、今はね、弾かせられないんですよ。なんでかっていうと、これ今自分の、携帯から今、インスタライブしてるんですけど、これと繋いで弾からせるんですよ。こっちで操作するっていうか。そう。だから今ね、やろうとしたらインスタライブが切れちゃいます。そう。ゆうたさんからのプレゼントだったんですよ。そう。そう。だからね、そう、ちょっとそれを使ってやろうと思って、で、それをつけて、で、色とか選んだり、パターン選んだりとかして、あれだから地味にこう、1番と2番でその色が変わったりしてるんですけど、あれもこう自分でなんか選んで、で、それを撮って編集してみたいな。そうそうそう。ことだったんですよ。文字っていうのは、フォントのことかな？ヨアーズの。あれももちろん自分でフォント選んで、なんつうの、文字のバランスとかそういうのも、自分でこうやって。全然そのなんか、ね、もちろんそのプロフェッショナルな技術はないので、自分でできる範囲の中で一生懸命こう、やってみようという。そうそうそう。今自分の中でもそうなんか、今の期間の中でいろいろ感じることがあったりしたので、それを言葉にしてという。そう、あれ本当のライブなんですよ。そうそうそう。そうなんですよ。なので、そう、それをね、使って動画を撮って、で、それを言わず、アップ、させてもらったんですけど、あれだからワンソングホームライブの一応企画の一つだったので、現状、動画だからもう、8時に、さっき、消えまして。だから動画は、っていうか、まあ、ヨアーズは、現状だから今もう、聞けない。どこでも聞けない。状態になってしまっております。もう映像消えてます。そうなんですよ。そう。なんですけど、映像は一旦もう消えましたので見れないんですけど、楽曲はそれはもうもっとたくさん皆さんに聴いていただきたいじゃないですか。なのでこのあと12時日付が変わりましたら、各種サブスクサービス酔わず解禁になります。なので、ワンソングホームライブの企画として上がってたヨアーズ。あれは、今もね、動画自体はもう落ちていますが、12時、だからあと45分後ぐらいにはサブスクで、サブスクサービスやら、ダウンロードだったりとか、もろもろ、聞きまくれますので、ぜひ皆さん聞いていただけると嬉しいなと。そうなんですよ。よかった、皆さん喜んでいただいて。そうそう、この後ね解禁になりますので、もうそんな時間なんですよ。こんなね遅くまで申し訳ない、いろんな話を、てかもうその情報がいろいろありすぎて情報がいろいろありすぎてですね、もう1時間ぐらい経ってるね。そうなんですよ。そう、なんか落ちてない、なんか落ちてないです。実はね、ここは今この自分のやつでしょ。今ね下にね、うちの子供が置いてったブロックが足元にあってそれに今足が当たりました。子供が作ったなんか船みたいな、こんな
上げてる人がなんかこう天井を持ち上げてるみたいな、うん、これ今ね、あの子供がこう作って、うん、これちょっと残してね、残して置いてあるんで今、うん、きっと明日遊ぶと思うんでそれにちょっと足が当たっちゃいましたよ壊したら怒られる可能性あるから。そうなんですよ、すいません、なんかガンってなっちゃった。船っぽい、多分船、うん、多分船です。一生懸命ね、壊したって書くのやめてもらっていいですか。壊してないそうすいません、それにねちょっと足が当たってしまいました。そう、あれ今何の話してましたっけ。そうだから酔わず、そう、もうこの後すぐですよ、配信になりますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。そうなんですよ。そう、あ、確かに今日も寝れない、すいません。でも、もう眠たかったら寝てください。明日からね、聞き放題って言ったらあれだけど、うん、もうたくさん聞けるんで。そう、昨日もね、日付変わってガラレスツアーがね配信になって、で今日もヨアズがねこれから解禁になりますから、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらというふうに思っております。明日5時起き、いやもう寝てください、もうそれはもう寝よう、もう寝ないと大変、それは本当に大変。大丈夫ですよ、明日からずっと聞けますので、無理せずね、無理せず、体調が第一なんで無理しないでください。そうで、まあ言わずね、ダンスもちろん考えてますよ、今いろいろ考えてるしね。じゃあなんかダンスをどんな形でね、なんかこうシェアできるかっていうのもありますしね。もちろんあれはそれは踊りたいよね、うん。まあ、振り付けももちろん作って踊りたいのもあるし、単純にライブでみんなで踊りたいですね、あれ聞いてね盛り上がりたいですね。アーカイブ残そうかな、はい、残そうと思います。そうで、だからまあいろんな、だから今日もバーッと説明してきましたけど、ワンソングホームライブがまずあって、でもろもろ本当いろんな楽曲参加させてもらったり、ここで撮影したものを番組だったりとかいろんなところでこう披露させてもらったりとか、ものづくりさせてもらって、そう本当に充実した期間で、でこれからで今日だからユアーズが解禁になって、でね、ライブカラレスツアーの映像も発売になって、でこっからまた新しくいろいろ面白いことをやれたらなというふうに思ってですね、考えておりますので、まあ今後も楽しみにしてもらえたらなという感じです。そんなところかな。そう、酔わずね聞けますので、この後ぜひぜひ、あ、いいですね、ツアーが終わって打ち上げ感いいね。ワンソングホームライブ千秋楽終わっていいですね。なんかちょっとこの後じゃあインスタライブ終わったら水か左右か、でも左右はちょっともうちょっと暑いっすね、もう、まあ、ノンアルコールビールかなんか飲みます。
そろそろおやすみなさい。あ、おやすみなさい。本当にありがとうございます。うん、ということでちょっとインスタライブもね、こんな時間だから、明日朝練とかあるんだ。そっか、大変なので、ちょっとここら辺で終わりたいなというふうに思います。まあ、本当にいろんなものに参加させてもらって、ね、ぜひいろいろアップされてるんで、ぜひチェックしてください。そしてこの後12時になったら、ヨアズが各種サブスクサービスダウンロードなどなどにて解禁になりますので、まずはもうそのヨアズを聞いてね、もうノリノリで楽しんでいただけたら嬉しいなというふうに思います。いや、本当にたくさんの方ありがとうございました。長い時間ね、話をダラダラと聞いていただきまして、まあ、またでもそうですね、いろいろ計画というかいろいろ考えていることはもう山のようにありますので、またみんなとこうシェアしながら、また次のエンターテインメントでお会いできたらいいなというふうに思います。なのでもうまずはもう YOARS をもうガンガンに聞いてください。本当にありがとうございました。ありがとうございます。たくさんコメントありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。たくさんありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。まあ、またねインスタライブもちょっとタイミングでできたらいいですね。では今日もありがとうございました。この後ツイッターとか、あと自分のインスタグラムとかに、そのヨアーズのいろんなサービスのリンクっていうかを貼りますので、12時超えたらそこからぜひそれ投稿するんで、そこから飛んで、はい、聞いてもらえたらと思います。では本日もインスタライブ本当にたくさんの方見ていただいてありがとうございました。ではまた、おやすみなさいの方おやすみなさい。ではありがとうございました。よろしく聞いてね。